河津町の町中に樹齢およそ70年のソメイヨシノの大木があり、今年も綺麗な花を咲かせました。この桜が工事によって切られてしまう恐れがあり、木を残してほしいと住民たちが署名を提出しました。工事現場の敷地内ではソメイヨシノの花がまだ残っています。かつて中学校があった河津町の町有地です。民間企業に貸し出され、今年10月のドラッグストア開店を目指し工事が進んでいます。道沿いには河津桜が9本並んでいましたが、すべて伐採され、樹齢およそ70年のソメイヨシノが1本だけ残っています。このソメイヨシノを今のまま保護し、可能な限り河津桜を復活させてほしいと住民たちがおととい町と町議会に署名を提出しました。署名はおよそ2週間で1494人分が集まったということです。残っている桜については、由緒ある、河津町が誕生した時の桜でした。それをあくまでも残してもらうという記念の桜ということでね。桜は住民に愛されていて、見物に来る人も多いといいます。写真をいつも撮って、留学した時にここに下で写真撮ってたりしてたので、悲しい、大きいので、ね、切られるのは悲しいなとは思う。すでに切られた9本の河津桜も樹齢30年、住民が手入れをしてきれいに咲いていました。ドラッグストアの整備計画では数本の河津桜を新たに植えますが、ソメイヨシノを残す予定はないということです。